マイクも持たせてもらえなかったこと。アンダーは後ろでバックダンサーとして踊るんですよ。笑顔でこう、ただひたすら踊るんですけど、なんか、何のためにアイドルになったんだろうな。伊藤真理香です。さゆは、乃木坂の中で、一番ギャップが激しいと思う。普段は、ゆっくり喋るし、おっとりしていて、女の子っぽい。アンダーライブセカンドシーズンの時、さゆは、怪我をしていた。始まる前は痛みをこらえ、弱々しい表情だった。ただ、オーバーチャーが鳴り始め、ステージに立った瞬間、とてつもなく、強い表情に変わった。隣で見ていた私は、本当にすごいと思った。男らしくて、かっこよかった。乃木坂の中で必要な存在になりたいんですよ。自分の存在価値が分かんなくて、なんで私ここにいるんだろうって。アンダーを経験してからいろんなことが分かって、アイドルとしての基礎の部分もちゃんと見せたいですし。左右は負けず嫌いだし、怪我をしても、体調が悪くても、仕事は休まない。本当に強い。自分はやっぱ上を目指して、なんかそれが乃木坂にいる意味っていうか、何もやりたいことがないのにここにいても意味ないじゃないですか。センターですね。せっかくアイドルになったんだから。この間も遠征先のホテルで一緒の部屋になり、ベッドに寝転びながらいろんな話をした。さゆは人を笑顔にしたいと言っていた。この子は本当にまっすぐな子だと思った。一生懸命応援してくれる人がいるから、一生懸命頑張らなきゃいけないなって思えて、だから、ファン孝行がしたいですね。